こんにちは、ネモです。パワプルアプリやっていきます。今回は天空六股エンジェルデッキいきたいと思います。早速いきましょう。お守り持ってきてます。イベントデッキこんな感じです。ユニフォーム悟り、レンちゃん、ジェッちゃん、ミサちゃん、キバ妹で虹谷姉と、これでハーレム行きましょう。で、虹谷姉いないのか。さあ、メンタルで体力を減らさず監督評価を上げておきます。で、結構メンタルが必要なことが多いんでね、その捧げるするときに。で、ここもメンタルでいいかな。監督強化上げる？監督強化にしとくか。上げてる暇ないと思うんだよな、後で。チームメイト評価意味ねえ。うん。ここだな。ナイス発見。もうサクッと告白を起こすためにバンバン上げてっていいっすね。悟り、虹谷のところにするかな。レン行くと本当にすぐ、まあいいかな。どうしよう、野手だから振らないか。どうせじゃあ行くか。いやいやダメだ。いやもう行こう、レンに突っ込んでいこう。あえて黒いの出してもらおう。早く雷くん出張して、早く。これやばい、レンすぐ告白来るぞ多分。うん、筋力。やべえ。うん、結構バラバラとしてますね。せっちゃんがいいかな。せつこ。やっぱり体力を減らさずに進んでいく方が何かと便利ですからね、後々。まあ、いらねえってこれ。うん、素晴らしい。サイリちゃん、上げられない。マックスだわ、サイリちゃん。さっさと桃屋引き連れてきて。うん、ここ二人だな。新しいの見つけすぎだわ。そろそろ、うん、ここだな。そろそろ彼女欲しいな。ミサあげたいな。ゲー。お、この二人コンボあったのか。空気が変わった。いや、僕はこの二人コンボあったのかっていうところのびっくりですけどね。これどうするかな。
どっちが勝つんだにする？どっちも彼女じゃないよな。下か。そうすると下がうまいかな。筋力欲しいですからね、評価より。上かな。窮地骨上に行きます。うん、ここか。いや、メンタルにするか。虹かす、まだかい。うん、レンの捕獲が来ましたね。いいよ、もう断っちゃっていいか。でも失敗ったな。誰も言ってくれないんだが、せっちゃん。じゃあミサはパーヒのためにデートしたいので、デートしなくていいのか。ちょ、早く連れてきてー。連れてこないのね、このままじゃ。うわ、行かねえ。信じられないほど行かないな。短す。いや、レンに行こうよ。マジで全然言ってくんないんだけど、ひでえな。3人。悟りだったよ。ダメだ、エンジェル全く集まんない今回。うん、集めようとはしてるんだけどな、来ないな。うん、全然2人出動しないから、これじゃあどうしようもないんだよな。見守る。
うん、年のクリスマス最高ですね。うん、守備でここでいい。もう全員サクッと上げていきましょうか。9人か。セクニ終わりには12できないか。うん、何着てもいいですからね。中口粘り打ち1。フラッシュもまだしないな。うん、レンに行きましょうか。うわ、黒いの来た。だけどマジで辛いな。自分で行かんといけない。固まらんなきた。ようやく。うん、かりんちゃん行きました。静かにも告白されました。よ、悪くない。間違えそうになりました、久しぶりすぎて。ほんと筋力でいいっすね。これでいくだろう。カリン捧げないと。やべ、うわやべえ。ただもうほぼほぼ全員いきましたね。1200やばいぞ。でフラッシュして、お、フラッシュここでしてますね。全員上げてあるかな。上げてないな、チーム。矢部くん頼む、行ってこい。よし、エンジェルナインが揃いました。うん、レンのバレンタイン最高です。で、これでようやく揃ったの。フラッシュがどこもしてないなと。レンのとこに行きますか。レンの黒いのをいくら出せるかですからね。監督はついてって最大値上げましょう。うん、いいですね。ここにしますか。体力も回復できますからね。
うん、すげえ飛んでるな、こう。ここが大きいかな。ここにするか。ミサの評価やばいっすね。全然いってないぞ。うわ、うま。浮いてるな。もろった。ポイントもろった。やべえ。またの機会。パワヒがないな、ただまだ。弾道を上げて。うん、なかなかいい感じだ。これでいきましょう。筋力頑張んないとな。やべえ、空振りが遅すぎた。ですね。うん、チェクニの途中くらいで12人集めたいっすね。理想を言えば6人連れてきてるときは。おお、危ねえ危ねえ。エラーか。表示どうなるんだろう。抽出。ちゃんと野球でしたわ。はい、勝てました。ちょ、ほんと頼むからパワヒだけください。ケイ、あ、守備上げてなかったな。1だけどね。3人。しかも連付きか。連付きは結構大きいな。ミサちゃんこれ上げないとやばいぞ。ミサ上げますか。他の彼女もちょっとなんか怪しいっすね。ロードワークに出る。うん、ちょっとモテモテがいる。うわ、ここめっちゃいるな。いやー、技術すごい。筋力がいるよ。モテモテ消える前に。ナイス。美術中し打ちでか。静か行きますか。ウェイ、出ました。
またあったな。うん、はい、いいでしょう。うん、サクッと拾ってきますか。天使の愛だよ、芸術の敵なやつ、完璧だな。これ生きてー、てかこれ怪我率ゼロなんだけど、このびっくりみたいな怪我なのか。おーん、でも次練習できないからな。それは何も意味がないということ。評価いってないやつか、静かかな。うん、まあまあじゃないですか。3395、セクニのあの大失速分考えればかなりいってる方ですね。僕のパワーヒラ取るか、とりあえず。うん、かなりポイントいい感じで持ってる。うん、筋力。ナイスラブパ。そろそろなくなるな。これで技術もらっときますか。うん、ポイントバランス悪くないな。やばい、やる気。思い合い。ちょっと井戸端まだっすね。ちょっと怖いっすね、マジで。連合ってきますか。ナイス。体力回復できるかな。よし。ゆかりさん。スカウトか、スカウト行くか。うん、これ行きますか。それかせっちゃん、ラブパーあるからな。円で回復でいいかな。浮いてねえんだよな、全然。でも連にしますか。よし。おっそいねえいねえと思ってたけど。
うでもいいけど井戸端来ねえんだけど。うん、レンで回収するか。でエンジェルコマンドが終わったと。なのであとは評価の回収だなと。ミサで多分せっちゃんが行ってないっすね。まだだな。硬いこれじゃね。うわ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 、だいたいみんなやばい。井戸端が起きたら一瞬で終わります。一瞬で崩壊しますね。どうでいいでしょう。あとは勝てると思います。デートすればいいかな。帰ってこい。ダメだ。せっちゃんがダメじゃないかこれ。全然。レン大丈夫。サイリ大丈夫。カミラ大丈夫。本当に問題は困ったな。お待たせいたしました。バッターは塩原。第9球投げました。伸びた、伸びていった、見送った。天空、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番塩原。これ7月4週に出場が起きたらマジで発狂します。第2球投げた。変化球はアウトローへ。ボール。カウンター2ボールノーストライク。投げた。打ちました。痛烈。いったー。場外ホーム。さあ追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー1塁。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。なんとかなりますね。パヒアルベ。おお、やばい。同点で迎える7回です。2アウトランナー1塁という場面。打った。これは強烈。いったー。OK、勝利。頼む頼むから、ちょっと今更やめてください。頼む頼む頼むよ。
はい、愛の力だ、偉大レン。どっち行こうかな。静かの方行きますか。いや、せっちゃん行くか。いや、静か行くか。せっちゃん経験点くれないですからね。さあ、こっから何回踏めるか。せっつ、おー、いる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 、なんとか。レンはオッケーだな。うん、せっちゃんがちょっと怪しいかな。言ってそうな感じもしますけどね。ちょっと怪しいっすね。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という場面で塩原投げた。オッケー、これ井戸端を切ってないから、なんとかなんとか行きたいぞ。デートする日もないっすね。六股とか本当に全く、ただただエンジェルたちをお尻を追っかけてただけで終わりますね。筋肉練習したいんだけど、筋肉足んないんだけど。いや、そんな都合よくいないよね。つかいねえよ、人に。スカウト行くか監督行くか。スカウティングで。てるな、本当に筋力は足んねえわ。お待たせいたしました。5番。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で塩原。いいよ。第2球、投げた。2球目、ストライク。そのフォークは厳しい。第3球は、ガツーン。天空、追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー。いや、それはもうなんか動きが怪しかったっすもん、ツーシーム。6回の裏、天空攻撃に入ります。先頭バッターは塩原。キャビア、遅い球入りましたね。でも天空リードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で試合経験点が少ないんだよな。でもあとは練習でもらえる経験点はほぼないですね。よし、 OK で、カミラミサ、ああ騎馬静かで筋力か、一番いいじゃん。3、じゃあ大丈夫かな。せっちゃんもギリいってそうな気するけど。うん、筋力マジきついな。さあぶっ倒しに行きましょう。天空攻撃に入ります。トップバッターは塩原、投げた。さらに伸びていく。カットボール分かりやすい。
ナックルはまあ見送ればいいのと、シュートは特能が揃ってれば打てるって感じですね。スタジアムなら1万点だ。追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁。やべ、シュート打ちた。シュートは打たない方がいいですね、こうなるんで。綺麗に勝とう。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは塩原。今日差し込まれた。まあいいでしょう。うん、勝てましたね。で、最後の試合もしっかりいけましたと。せっちゃんお願いします。おお、スカウトプッシュした回ありましたね。頼む、せっちゃん頼む。せつこー、せつこ半減した、きつい。いやー、200点飛んできましたね。バレてないはずなのに扇風機にされた。いやー、節子の半減だけが辛かったな。おお、結構出ますね点数。いや、これすげえな、本当に。そうしろとなるな。オールエスどころじゃないぞこれ。下手したら。流し打ち。流し粘り。筋力はやっぱ足りてないっすね。消してあげて。取り取るか。掴んでるし。内野安打。で、アシストじゃないな。ムードか。という感じでしょうか。うん、これはもう本当により噛み合っていくととんでもない経験点出そうですね。盆栽でオールエースも不可能ではないと思います。ちょっと目指していきたいな。面白いぞ。はい、ということでしばらく天空で楽しめそうですね。面白いなこれ。でまあ本当にデートをしないで彼女の評価を優先的に見ながら動くのがいいのかなという感じですね。はい、今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録をお願いできればと思います。また Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。